ございます。4月7日水曜日の東京インフォメーションです東京都は子どもを産み育てたいと考えている家庭を応援する東京都出産応援事業を実施しますこれはコロナ禍という危機の中これから出産・育児に臨む家庭を応援・後押しするため子育て支援サービスの利用や育児用品などの購入費を軽減する取り組みを行うというものです 対象となる家庭は、今年1月1日から3月31日までに出産し、出生日及び4月1日時点で都内に住民票がある世帯、または4月1日から再来年の3月31日までの間に出産し、出生日に都内に住民票がある世帯です。支援事業の利用の流れは、まず住んでいる区市町村を通じて対象世帯にギフトカードが配布されます。 カードに記載された二次元コードから専用ウェブサイトにアクセスし、初回登録をすると10万円相当のポイントが付与されます。専用のウェブサイトから希望する商品を選んで申し込んでください。複数回に分けて申し込むこともできます。詳しくは東京都出産応援事業コールセンターフリーダイヤル零一二零九二二二八三までお問い合わせください。 都は産前・産後の女性を対象とした助産師によるオンライン相談を来年の3月末まで延長していますこの相談は新型コロナウイルス感染症の流行で人との接触が制限される中身近な人の助けが十分に得られず不安を抱える産前・産後の女性を対象に実施しているものです相談は月曜日から土曜日が午前9時から午後7時 日曜日と祝日が午前11時から午後4時までです専用のホームページから事前に予約してください相談希望日の30日前、ま、前から2日前まで予約できますまた産前産後の女性本人だけでなくパートナーや家族を交えた相談もできますこの助産師によるオンライン相談は来年の3月31日木曜日まで行われています 都は新しい日常における事業者の働き方改革の促進を目的とした宿泊施設テレワーク利用促進事業の募集をしています募集は2種類あります一つは都内事業者を対象者としたテレワーク利用促進事業です補助対象はテレワークを行うために都内宿泊施設の借り上げに要する経費で補助額は1日1室あたり3000円 一ヶ月あたり百万円を上限に利用は最大三ヶ月です。補助対象期間は交付決定日から六月三十日まで。申請受付期間は来月二十八日金曜日までです。もう一つはホテルワーク東京に登録しデイユースプランを公開している都内宿泊施設を対象者としたテレワーク環境整備支援事業です。 補助対象はテレワーク利用に対応するために行う施設整備に要する経費で、補助額は50万円、または対象経費の5分の4、いずれか金額の低い方です。補助対象期間は交付決定日から6月30日まで、申請受付期間は来月21日金曜日までです。申請は産業労働局・観光部・受け入れ環境課に必要書類を郵送するか持参してください。 詳しくはホームページをご覧ください自宅にいながら都立動物園・水族園の探検気分が味わえる東京ズービーマップサンドツアーズが公開されました東京ズービーマップサンドツアーズはバーチャルの都立動物園・水族園ですここには7つのマップがあり入り口となっている東京マップは都立動物園・水族園の4つの園内マップにつながっています そして、飼育されている動物たちのふるさとがわかる日本と世界の二つの生息地マップがあります都立動物園・水族園のマップにいる生き物を選択するとズービー図鑑が開き、生き物の基本情報などを見ることができますバーチャルツアーピンを選択すると三百六十度が見渡せるバーチャル映像を探検することができます東京ズービーマップスツアーズはパソコン、スマートフォン、タブレット端末などで 東京ズーネット内の特設ページから体験することができますここまで東京インフォメーションでした